こんにちは、ヒゲじいさんです。四国に行く前に卵焼きを食べたくて魚の棚にやってきました。この魚の棚は明石駅から近く明石近郊の台所として栄えています。特産の魚介類を扱う店など100店舗以上が軒を連ねています。ここに着いたのが5時半近かったので、残念ながら卵焼きオンリーになります。ここが目的の木村屋さんです。残念ながら5時で閉店でした。食べたかったのに残念、仕方なく商店街に向かいました。結局商店街に戻って小磯さん、この店も有名なんですが、ここで食べることにしました。アナゴも有名ですが、普通の卵焼きを食べました。卵焼きというとたこ焼きと同じように思われがちですが、全く別物です。ふわふわ、とろとろ、とても美味しいです。この熱々のだしにつけて食べます。やっぱり卵焼き最高、うまい。肝心の食べてる映像がどっか行ってしまったので、すみません、申し訳ないです。店内の様子です。本日の晩ご飯なのでちょっと物足らなかったので、店の前に餃子屋さんがあったので餃子を食べました。味噌がとっても美味しかったです。皆さんもぜひこの魚の棚の卵焼きを食べに来てみてはいかがでしょうか。本当に美味しいですよ。魚の棚なかなかいいですよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。